二条義忠は、江戸時代中期の苦行。関白左大臣、二条公平の子。官位は、十一位、関白、左大臣、増順三公。安城院と交する。二条家十九代当主。吉野の字は五代将軍、徳川綱吉からの返帰。元禄九年二月元服して、十五一下二条され、金期、雑報、昇殿を調される。 同11年12月13位に除されて苦行に劣し、同12年10月県中納言、同14年2月生三位、同17年2月県大納言、法永4年2月12位に累進した。聖徳2年7月に、前田綱則の女、自家姫を正室として迎える。同年12月右大将兼聖徳3年7月左大将に転じ、ついで同5年8月内大臣となる。 教法元年12月生2位に進み、同3年正月左大将を辞するも、同7年5月右大臣、同11年9月左大臣に至った。同14年11月11位に除され、元文元年8月、桜町天皇から、関白の御事のりがあり、同時に、市長者、内乱戦時を賜ったが、同2年8月3日書老のために辞職し、即日皇居した。 去年49、墓所は二尊院。五桜町天皇の外祖父にあたることから、33回期の、明和6年8月に順三皇を追増されている。ありがとうございます。